グリーリースクエア名シーズ横のブロードウェイこの記事はヘラルドスクエアとグリーリースクエアについて述べるこの二つはニューヨーク市マンハッタン区の公園である斜めに走るブロードウェイと南北に走る6番街の交差点にできた棒体型の公園の典型である二つの通りはほぼ34丁目で交差する南側のグリーリースクエアは32丁目と33丁目の間 北側のヘラルドスクエアは34丁目と35丁目の間にある。33丁目と35丁目の間のブロードウェイは2009年に自動車の通行を止めて椅子やテーブルを置いた広場にした。これによって二つの互いに離れた公園の結びつきが強まった。ヘラルドスクエアの隣にはブロードウェイを挟んで百貨店、メイシーズの機関店がある。また、 グリーリースクエアの地下にはパストレインの33条名駅がある。周辺は活気のある繁華街で、この2つの公園も休息を取る人々で、いつも賑わっている。周辺はかつて新聞社が集中していた場所で、ヘラルドはニューヨークヘラルド誌の名前から、グリーリーはニューヨークトリビューン誌の発行者の名前から取られている。両誌とも合併などを経て、現在は存在しない。 公園及びその周辺の道路は非営利団体34丁目パートナーシップが維持管理を行っている。ありがとうございます。